ついに来ました。すごい。8月9日からこのアルペンアウトドアーズの、カバン、コールマンの保冷バッグですね、僕らがモデルをやったやつが発売されました。この本の形っぽくなってるのが3色、書店とネットで発売されています。このビニールに入ってる方が5色あって、でこれはセブンイレブンで買えるみたいです。で全ての表紙の写真が違います。だから8種類あるんだけど、これも面白いね。たくさん撮影しましたね、みやこ。したね。お、こういうちょうどいい大きさ、使いやすそうなピクニックサイズの保冷バッグですね。結構マチがあってたくさん入りそう。そして中にもポケットがあるから、これはかなり使いやすそうだね。タッパーとかお弁当とか入れるのにちょうど良さそうなサイズ感だと思います。はい、ぜひセブンイレブン書店ですでに発売されているということなので、チェックしてみてください。僕の作業部屋のデスクを買いました。古い、なんだっけな、60年代ぐらいのオランダの大学で使われていたデスクなんだけど、これを組み立てたいと思います。かなり重たい。よいしょ。ということで、無事組み立てられました。このね、質感がめっちゃいいです。かなり傷とかたくさんついてるんだけど、このラバーがね、鉄板の上に貼ってあるらしくて、年代物だから使われてる痕跡はあるんですけど、それもまた雰囲気良しということで完成です。おお。おお、いいぞ。これまだパソコン1個しかないから、なんかちょっとモニターっぽいのが次は欲しいですね。ちょっとずつ揃えていこう。やったー。